はい、山寺です。今、じゃんじゃん横丁に来ております。今からちょっと、立ち飲みに行きたいと思います。まだ時間は朝の9時半なんで、まあ、空いてる店は限られてますが、今から行きます。では、まずは、のんき屋さんから行きます。玉ねぎのおでんもいただけますか。すいません、いきます。名物の玉ねぎのおでんです。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。そうです。すいません、麦の水割りおかわりいただけますか。すいません、はい、お願いします。おでんのチンゲンサイが出来上がってきます。ごま油が入って美味しいです。のんき屋最高でしたね。特にあのおでんの玉ねぎ、だしがすごく美味しいのと、あと、土手焼きですね。この土手焼きはアキレス腱を使ったちょっと甘めの白味噌の土手焼きで、これがね、もう本当に昔からの、土手焼きという感じですごく美味しかったです。他にも、変わり種のおでんですね。菊菜のおでんとか、麩のおでんとか、いろいろあります。どれもおすすめです。まあ、一度、のんき屋に来てみてくださいませ。ではありがとうございました。